もうこんな時間。今日はこの辺にしておこうかしら。ずいぶん校内が騒がしくなってきたし、ゆっくりはできそうにないわね。いろんな格好をした生徒がいるみたいだけど、今日は確かハロウィンだったかしら。あなたですか。もうあなたがどこから現れても驚かないと言ったはずです。それよりあなたはしないのですか。仮装ですよ。今晩はハロウィンパーティーなんですよね。てっきり一番楽しんでいそうだと思ったのですが。パーティーの準備ですか。それはご苦労様です。私は参加しませんが。いいじゃありませんか。強制参加ではないはずでしょう。ま、あなたに言っても無駄ですね。私はそのような行事は苦手なわけではないです。でも私が参加することの意味がわかりません。ま、楽しめる方たちだけで楽しめればよろしいかと。ん？招待状？私にですか？本当にあの子は、こんなもので考えが変わるとでも思っているのかしら。私は参加しませんよ。残念ですが、あなたも準備の途中なのではないですか？サボっていていいんですか？ハロウィンパーティー、こんな雰囲気だったとは。人違いではありませんか。嫌な予感はしていましたが、あなたは目ざといですね。これは風紀委員の仕事の一環です。景観を損ねないようにと。警備は目立つから意味があるというのに。そういうわけで仕方なく仮装をしているのです。不本意ながらパーティーに参加することにもなりました。ええ、特段楽しいというわけではありません。警備中ですから。仕事中の人間が楽しんでいてはいけないでしょう。これを選んだのは白藤さんです。私ではありません。まったく、もっと動きやすい服装でなければ意味が。お世辞は結構ですよ。そういうのを喜ぶ人に言ってください。あの子あたりがいいんじゃないでしょうか。ええ、しばらくは警備のためにこの格好で会場を回っていますが、あの子には隠しておいてくださいね。私がこんな格好をしているなど知る必要のないことです。お願いしますね。絶対にですよ。それではパーティーを楽しんでください。